八神さん。ええ、あの、ありがとうございます。八神さん。うん？すみませんでした。ところで、
ねえ。よしよし。毎日ごちそうだにゃ。この暮らしはもうやめられないのにゃ。え？隣、いいですか？ええ。さっきまで職員会議だったんですけど、早く終わったのでちょっと日向ぼっこに。日の光を浴びるのは体にもいいんですよ。へえ。八神さんは臨時講師ということなので見送られたんじゃないかしら。でもどうしても呼んでほしいということでしたら次の会議の訴状に載せますけど。え？八神講師が仲間外れにされて切なそうにしていたので次から呼んであげてくださいって。いえ。了解です。いや、癖のある子が多いですね。でもみんないい子ばかりですよ。悩みの多いお年頃ですから。できるだけ近い目線で寄り添って、モヤモヤを取ってあげたいなと思っているんですが。いやはや難しい。ナナちゃんみたいにやりたいことが見つかる前に答えを出すように言われちゃったらそりゃ困りますよね。まあ今朝は彼氏に振られたって泣きながら入ってきた子もいましたが。なるほど。あまだです。お。ええ、最初はおとなしかったんですが、慣れてからはどんどんふてぶてしくなってきましたよ。好き嫌いが激しいので、今チェリーの食生活を改善中です。なるほど。ああ、そういえばそうね、確かに。でも、手がかかる子ほど可愛いものですから。
ところで、さくらんぼです。へえ。ちなみにちゃんと一個ずつ種を取ってからあげてるんですよ。いつもいるわけではないですが、生徒とよくお昼ご飯を食べたりしますよ。天気がいいと気持ちいいのよね。夏は熱中症に注意ですが、日焼けしちゃうし。へえ。ところで、そうですよ、私の手書きなんですから。いや、こだわりっていうか、手書きじゃないとダメなのかなと思って、最初に作ったらすごく褒められちゃいまして、聞くに引けなくなっちゃって。他の学校の先生は普通にパソコンで作っているみたいなんですが、もう後戻りできずで。はあ、パソコンで楽に書きたい。はあ。あの八神さん、探偵さんって依頼したら保険頼りを手で書いてくれたりするんでしょうか。いえ。確かに。はい。あの、終わらない。この世のウイルス、消えてなくなれ。あの、ところで、
はあ、主にの誓いって行ったことないな。コリアン街にあるんですけど、お酒も美味しくて穴場なんですよ。へえ、それは楽しみ。なんか保健室出る前にバタバタされてましたけど出かける前とかも結構あんな感じなんですよね。一つのことに没頭すると時間の感覚が薄くなっちゃうんですよ。職員会議前とかも無駄に保健室を乱しちゃうから自分が嫌になりますよ。予定の前にアラームとか鳴らしたらどうですか？ああ、なるほど、それはいいですね。でも普通の音だと気づかないかもな。いっそ目覚まし時計買おうかしら。ああ、でもそれだとベッドにいる生徒ごと起こすことになるか。まあ目覚まし時計ですからね。探偵さんって依頼したら職員会議前に呼びに来てくれたりしますか？探偵を何だと思ってるんですか？ですよね。どうしました？いえ、大きなネズミが走っていって。この辺りは飲食店も多いからネズミも多そうですよね。そういえばこの間チェリーが気分良さそうに泣いていて、何かなと思って見に行ったら仕留めたネズミを加えていまして、とても誇らしげに血まみれのネズミが。ああ、猫の本能炸裂ですね。それでどうなったんですか？満足げなチェリーがいなくなった後、そっと片付けましたよ。本人に悪気がない分何も言えないので。善意の行動に悩むのは相手が猫でも人間でも変わらないんですね。綺麗にまとめましたね。はあ、これからどうしたものか。どうすれば。京子さん、
神さん。やります、私が処置します。ありがとうございます。とても温かい。いえ、おい、いや、
いやいや。八神さん、私これから変わります。だからもう少しだけ見ていてくれますか？ええ。ありがとうございます。いやいや、ハハハハ。